今回はタミヤの35分の1スケールのキングタイガーを紹介します。言わずと知れたドイツ軍の重戦車です。個人的にはかなり久々の模型制作となります。 YouTube には国内外問わず制作動画を投稿している方が大勢いらっしゃったので、それらを参考にさせていただきました。車体の側面にはラッカー溶剤で溶いたパテを筆で押し当て、鉄のような質感を再現しました。遺体は樹脂製で、強度が低いとちぎれてしまう恐れがありました。そこで接着した履帯の刃の部分をクリップで挟み込んで乾燥させる作業を 2,3 日繰り返して強度を確保しました。スプレーやエアブラシではなく筆で塗装をする方針でしたので、天輪をはじめとして各パーツは接着前に塗装を済ませました。塗装に主に使用した色は以下の通りです。チハの迷彩を意識して塗装してみました。これは実際にそのような車両が存在していたからではなく、個人的な好みです。ドライブラシをしたら一気に重厚感が増した気がするので、これからもこの技法は使っていきたいです。汚し塗装においてはスミールやサビ表現だけではなく、ウェザリングにも挑戦してみました。多少ののを担の際はあれども自動に全体を汚しました。やりすぎかもしれませんが、そもそも洗車とは基本的に常に外気にさらされるものなので、特に違和感はないのかなとも思います。いかがでしたでしょうか。今回は編集を意識せずに制作したので完成品のみの紹介になりましたが、次回からは動画とまではいかなくとも画像で制作過程を紹介できればと思います。今回は以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ評価とチャンネル登録をお願いします。